カミー・ユー・シルビーによる写真、1861年4月30日撮影。第10代ラウドン女白爵、イーリスモード・ロードン・ヘイスティングズは、イギリスの貴族。第2代ヘイスティングズ公爵ジョヘイスティングズと、妻・バーバラ、1810年5月20日、1858年11月19日、第20代グレードルシン女男爵。 第19代グレードル診断尺ヘンリー・エルバートンの娘の娘として、1833年12月10日に生まれ、1834年1月4日にカースル・ドニントンで洗礼を受けた。1853年4月30日、チャールズ・クリフトンと結婚、4男2上を設けた。1859年、議会立法により夫が姓を、アブニー・ヘイスティングズに改めた。 1868年11月10日に弟に、当たる第四代ヘイスティングズ公爵、ヘンリー・ロードン・ヘイスティングズが死去すると、ラウドン女白爵位を継承した。また、弟の死去に伴いボトリー男爵位、ハンガー・フォード男爵位、とモリンズ男爵位、ヘイスティングズ男爵位が停止状態になったが、1871年11月6日に解消され、 イーディスが継承することとなった。1874年1月23日に、ワイトシマ・ベントナーで死去、息子、チャールズ・エドワードが借位を継承した。ありがとうございます。